ウィリアムズ FW31 は、ウィリアムズ会1が2009年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1カー。設計統括者はサム・マイケル。2009年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。2009年のレギュレーション改正により、各種エアロパーツの使用が規制され、会1マシンの空力デザインは様変わりした。 2008年シーズン終了直後から FW30 に2009年仕様のウィングやディフューザーを搭載してテストを行っていたが FW31 には基本的にはその時の改良版であるパーツを搭載しているところもある。第7戦トルコ GP から投入された新型フロントウィングフロントウィングはメインエレメントがフェラーリの2004年シーズンのマシンである。 回2004のような形状となっている。具体的には、翼端部で鋭角に折り曲げられている。フラップの形状もそれにこうしている。翼端版は、FW30 までは後方がフロントタイヤ内側に向かって狭くなっていたが、FW31 は逆に後方に向かって広がった形状となっている。翼服の拡大に応じて処理が変わった。また、 翼端板から内側に向かって小型のフィンが装着されている。レギュレーションでフロントウィングのフラップの位置などが制限されたことによるダウンホースの減少対策である。同様のパーツは2009年マシンでは K60 と TF109 が装着している。フロントノーズは発表会時には太く低いものが装着されていたがテストでは 全体が高く持ち上げられたものも使用された。下部が膨らみを設けて、ウィング形状と交互して高い能率を測る。リアウィングは単純な2枚エレメントに、翼端板のスリットで構成され、アッパーエレメントとバンパーは2本の支柱で支持されている。基本的には、FW30 を踏襲した形。しかし、幅は、レギュレーションの変更に伴い、25%。 削減されている。FW31 に搭載されたダブルディフューザーディフューザーは二段式のダブルディフューザーが搭載されている。レギュレーションに合法開放化で議論されていたが、シーズン途中に FIA は合法であるとの判断を下した。サイドポンツームはベネトンの1995年のマシンである B195 に似た角張ったデザイン。後方まで高さが維持され、 後輪の前方で急激に落ち込んでいる。インダクションポットにはエンジンの吸気口の他に後方には油圧系の冷却用空気を取り入れる小型のインテークもある。FW30 でチームはエアボックスそのものをプレートで2つに分けるというフェラーリのアイデアを模倣していたが、それを発展させてインテークを完全に分離した。 その結果、エアボックスのメインの吸気口が小型化されている。これは、ドライバーのヘルメット周囲には、乱流が生じるので、有用である。また、エンジンカバーには、トーザルフィンが装着されている。しかし、極めて小型である。カーズは、ウィリアムズの関連企業である、ウィリアムズハイブリッドパワーによって製作された、フライホイール式を搭載できるようになっている。これは、 会一においてたチームがバッテリー式を採用する中、ウィリアムズ唯一のものである。チームは当初、FW31 のカーズは開幕6戦は使用せず、第7戦トルコ GP をメドに使用すると表明した。しかし、第8戦イギリス GP 前に、カーズは現在も開発中であり、実戦投入がいつになるかは未定とし、開発は継続中であることを表明したが、 実践投入されることはなかった。第2戦マレーシア GP での FW31 ニコ、ロズベルグがドライブ発表当日の1月19日にテストドライバーであるニコヒュルケンベルグがアルガルベで FW31 のシェイクダウンを行った。この時の FW31 はテスト期間限定のン地に白のマーキングといったカラーリングだった。 スポンサー面ではレノボがマクラーレンに移籍、ペトロブラスやハムレーズなどが離脱したため、その代わりにフィリップスのロゴがサイドポンツーミやリアウィングに大きく描かれている。デビューレースとなった2009年開幕戦のオーストラリア GP ではロズベルグが5位入賞を果たし、ファステストラップも記録した。ロズベルグは8戦連続を含めて17戦中11戦で入賞し、 チームのコンストラクターズ全ポイントを獲得した。一方、チームメイトの中島和孝は、ピット作業のミスなどの不運もあり、レギュラー参戦ドライバー中唯一ノのポイントに終わった。ありがとうございます。